佐賀市のふるさと納税をめぐる増収賄事件で、果重収賄などの罪に問われている元佐賀市職員が、第2回後半で犯行の動機などを語りました。起訴状によりますと、元佐賀市職員の東海林克彦被告は、農産物加工販売のサクランボファクトリーが 佐川市のふるさと納税に関する協力事業者の要件を満たしていないにもかかわらず、審査会で嘘の説明を行い、協力事業者に承認された見返りなどとして、およそ80万円を受け取った過重収賄などの罪に問われています。6月に行われた初公判で、被告側は現金およそ80万円を受け取ったことを認め、 収賄の罪の基礎内容については争わない姿勢を見せましたその一方、公務員が賄賂を受け取りその上で不正な行為をした際などに成立する過重収賄の罪については否認していました今日行われた第二回公判で争点となっている過重収賄の罪について詳しく審理弁護側の被告人質問で 東海林被告はさくらんぼファクトリーに対し有利かつ便利な取り計らいをすること、売上に貢献することへの謝礼として毎月およそ5万円を受け取る約束をしたのであってふるさと納税の業者を選定する承認審査会で行った不正に対する対価だという認識はなかったなどと述べました。一方、検察側は、 虚偽の説明や資料を作らなければ、審査会で承認されないことを分かっていたなどと指摘。また、犯行に至った動機について、東海林被告は、ふるさと納税を担当していた当初はサービス残業が多く、人事評価にも不満があり、自分から持ちかけた。次回の裁判は来月二十七日に開かれます。